はい。じゃあ今日もりょう松本のアダルトラインということでね、えー、チャイルドラインにはもうちょっと電話をできないと、えー、そういう年頃ではないんですけども、えー、匿名で、えー、何かちょっとね、えー、何でもいいんだと、誰でもいいんだと聞いてほしいんだというような、あのー、トピックを、えー、投げていただいた方に対して僕が、まあ、あのー、独断と偏見で、 バシバシお答えしていくという、えー、コーナーをやろうかなと思います。概要欄にですね、質問箱のリンク貼っておきますから、丁寧に、丁寧にも、優しいですけども、えー、そこにね、まあなんかあの、あればあ、送っていただければなというふうに思いますんで、えー、今日もちょっとに、いくつかね、答えていこうかなというふうに思います。はい はい、えー。じゃあ最初、まあ、早速行きますか。まあ、ちょっとラジオ感覚でもね、ラジオっぽいですけどね。おはがき来てますみたいな感じで行こうかな。<laughs> はい、次で、あ、そうです。はい、行きますね。<laughs> えー、自分を好きになれない時があるのですが、松本さんは自分を好きになれない時はあったりしますかと。またあったらどうしますか私は172センチ身長のことですね。なのですが、街中、街中で、えー、自分より背が高い女性がヒールを履いているということもあると思いますが、ちらほら行って、少し傷ついてしまったりします。うん。 えー、服を着ることは大好きで、自分のことも基本的に好きなのですが、そんな時に自分がもう少し背が高ければなと、ないもの出たりしてしまい、えー、自分に自信が持てなく、持てなかったり嫌気がさす時があります。松本さんならどうするか。18の若造に意見をください。ということでした。なるほどね。自分のコンプレックスとどう付き合うかということですか。はい。ですよね。う あの、な,なん、でもさ、わかんないですけど、なんか自分を好きになれないっていうことと、この人の話はもコンプレックスの話、ちょっと別な気するんですけどね、うーんな、なんていうかな、天な話じゃないですか、その身長がっていう話で言うと。うん、身長がっていう話の、そのコンプレックスとの付き合い方っていうことで言えば、なんでかね、もうあのね、僕ね、 どんなに、あのー、世間様だったり、第三者からね、あの人は、じゃあ、例えば、あのー、完璧な人間だみたいな風に言われてる人がいたとしてもね、絶対その人には、中には絶対に、あのー、コンプレックスあると思うんですよ。何かしら、人間誰しも多分あると思いますよ。<laughs> うん。それこそね、あのー、う垣きさんが言ってましたよ。人間には人,人それぞれの地獄があるんだと。 まさにそういうことでね。あのー、多分、まあ芸能人の方とかでもいいですよ。なんで俳優さん、モデルさん、誰でもいいですけど。あの、そういう人だって絶対どこかにあるんですよ。コンプレックスというか、なんかまあ、あのー、自分の中でのそういうところ。うん、あると思うんですよ。ね、あの、基本的に自分のことが好きだとしても、多分そういうところあると思うんで。で、そうなったときに、あのー、今言ったように、もう誰、 キリがないんだってことを僕はね、あの、認めることが一番大事じゃないかなと思いますよ。多分、この日方ね、例えば172センチっていう身長に今コンプレックスを抱いてたとして、じゃあ急にね、明日の朝起きたら身長10センチ伸びましたと。そうしたら、えっ、ー、と、身長182になってたと、えー。背が低いっていうコンプレックス、えー、悩みからは解放されたけど、多分そうなったら次の、えー、悩みが出てきます。おそらく絶対に。次何かを気にし始めると。 で、結局状況としては同じ。で、その、キリがないですよ。結局のところ。うん。なんかもう、あっち、あっちがなくなったと思ったら、またこっちの悩みが出て、こっちがなくなったと思ったら、あっちが出てというか、一長一短というかね、人間って多分そういうことだと思うんですよ。だから、結局のところ、その、好きになれないというか、好きになってたら多分、あんまり、結局、そんなに、傷つくことないんじゃないですか。 好きになりきれてないんじゃないですか、自分のこと。うん。なんか本当に自分のこと好きだったら、確かに、じゃあ一瞬ね、えー、あ、一瞬確かにちょっと、自分の身長がも,もうちょっと、もうちょっと高ければと思う場面に、あの、遭遇したとしても、いや、でもさ、でもそれも含めて俺だから、うん、俺はそういう自分が好き。って思えるんじゃないですか。一瞬思ったとしてもね、思い直すというか。うん。うんな気がしますけどね。 かなうん。だから、なんかまあ、あのー、気にしてもしょうがないというか、キリがないということを認めつつ、えー、でも、認めた上でね、そんな自分も好きだなっていうふうになることじゃないですか。うん、まあ、僕なんかもそうですけどね、僕も172センチなんで身長。 まあそのなんか女性がどっていうことうんぬんじゃないけどまあもちろんもうちょっと背は高い方がいいなとは思うんでもうちょっと背が高ければなと思うこともあるんですけどでもあの逆にまあそ,もうそんなこと考えたってしょうがないし考えて解決する問題でもないしもうそれも含めて俺だしね。 うん、俺はそんな自分が好きだしあの誰しもそんなことあると悩みの1つや2つというかまあ悩みというかねなんかもうちょっとここがこうだったらななんてうそういうられ場の話なんて絶対誰でもあると思うんでだったらまああの気にないし、うん、じゃあ線伸びたところでじゃあ次なる何か出てくるしってなったらまあどうでもいいかってなる気がするんですよね <laughs> 逆にあの身長がどうこうくらいでなんかあの住んでてよかったなとかって うん、<laughs> 身長がどうこうくらいでさ、住んでるくらいのほうが、ならまだよくないとか思ったりもしますけどね、うんあ。それも含めて俺だし、なんていうかな、なんかそこ、うんだなぁと思いますけどね。それも含めて自分ですから。 そんな気がしますもっといいとこあるしなとかさ、うん、なんかそういうふうに切り替えたらいいんじゃないですかね完璧な人間なんていないんでこのように完璧な人間なんていないんでそう思いますよ何となく答えになりましたかね、はい、次です どうやって今のセレクトショップのようなイケてるお店と出会ったのですかやっぱり自分の好きなブランドを仕入れてるショップを探してもらうしかないのでしょうかというこいつは多分僕の動画を過去の動画も含めてあんまり見てないのでしょうけども、ええ、まあ簡単にお答えしますと、イケてるセレクトショップに僕が出会ったのではなくて、イケてるショップにしたのです。私が。はい。私が、イケてるショップにしたイケてるショップに僕が入ったゃなくて。 もともと入った、えー、ショップをイケてるショップに変えたんですよ、えー、ただそれだけの話です自分の好きなブランドを仕入れてるショップを探したのではなくて自分が好きなブランドを仕入れたんですね僕がそれですはい次ですえーはい 自分は職場での会議があった時に事前に準備してきたネタなら問題なく話せるのですが会議の流れの中で発言したい考えがあってもそれを瞬間的にまとめて話すことが苦手ですとえ終わった後にあそこはこう話せばよかったと反省してもなかなか次に行かせませんえリオさんはとても瞬発力のある方だと思っていますがもし何かコツのようなものがございましたら参考までにぜひお聞かせ願いますなるほどね これ、どうだろうなちょっと、その、全、この話をする前に、俺、どうだろうなそもそも瞬発力あるかなまあ、あるんかなまあ、な、なくはないなと思うんですけど、なくはないなと思うんですけど、あるかと言われたら、まあ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 、まだまだですね、とは思ってます。なるほどね。会議があったとき、その、な,なん、て言うんですかアドリブってことでね、言ったら、アドリブって、 っていうことでしょその現場で即,即興というか <laughs> 現場で、ね、準備してないことが起きた時にいかにみたいなところですよねいかに対処するかというかそういうことですよねおそらくねコツねまあだからさっきも言ったように僕が瞬発力あるかどうかわかんないんですけども、まあ、僕なりのなんだろうなこれを受けての話すことがあるとすればでも結局ね引き出しの多さだと思うんですよその時にパーッと何かが出てくるって。 いかか、にに自分の中に引き出しがあるかつまり何だろうな普段からなんかいかにこう興味関心をいろんなことに広げてアンテナを広げてアンテナ張っているかっていうことだと思うんですよねだからその時にパッとなんかよくわからない流れとかパッと自分の想定外の流れになったとしても対応できるかっていうのは多分そこが結構でかいっていうのとあとはあのー。 発言会議の流れの中で発言したい考えがあっても話すことが苦手で多分話せてないんじゃないですか,分かる違うんですかねあ,のあ、でも話せてんのかあった後にこうあそこはこう話せばよかったと反省してもなかなか次に行かないうーん。まあだったらなんかでもそうやって話すことは大事だと思うんですけどねもっとトライアンドエラーするというかもっとトライアンドエラー繰り返していいんじゃないですか <laughs> トライアンドエラーを繰り返しつつなんかやっぱりの普段の,そのアンテナの張り方と興味関心いろんなことにこう興味関心を向けて引き出しを多く持つっていうことそうするとうんいい気がしますけどねまあ僕も全然なんですけど僕も全然だしもっと言うとんかさあのなんだろうな 教養の、教養をつけたらいいんじゃないですかね。教養のある人ってやっぱ、なん、どういった話題とか、どういった流れでも、なんかこう自分の意見を言えたりすると思うんですよね。それは、あの、過去に起こったこういうことも、あの、言えると思うんですけどとか、瞬時にその歴史の、なんか知識がポンと出てくるとかさ。なんかやっぱね、そこだけすんだよなその瞬発力というか、瞬発力というか対応力な気がしますな、僕的に。うん。 いかにそこに対応するという順応するというか対処するというかそこな気がするな瞬発力というか,、うん、なんか何かを受けてそれを自分の中でこう有機的につなげるというかこう情報ではな,いだではなくねインテリジェンスインフォメーションではなくインテリジェンスの方というかなんかそういう感じはありますけどもねだからまあ勉強じゃないですかね勉強っていうのはガリガリ座学という意味の勉強ではなくて。 インフォメーションじゃなくてインテリジェンスをあの磨くというところじゃないですかね、僕は思います。うん、海外で外英語でね、知識って言っても 2, 2個あるんですよ。だから今言ったインフォメーションとインテリジェンスっていうのがあって、あのー、英語の情報、情報、情報知識、知識っていう、知識か、知識って言っても2個に訳せるんですけどね。 インフォメーションっていうのは単なる点の情報というかあの、ただの事実、これはこれ、これはこうである。で、インテリジェンスっていうのはそれがもうちょっと有機的につながって、これがこうです、こういう事実があります。だったら、過去のこういうのを見て、これもこうなるのではないかなとか、えー、そういうなんか、一個自分の何か入るというか、なんかそういうこと じゃないですかねと僕も思いますし、まあ僕もまだまだ全然、あの、勉強は日々ね、やっていかなきゃいけないなと思いますから、インテリジェンスを鍛えていくということな気はしますね。どうでしょうか